チスチス、誰も知らない狩人、イカレタコスケでござる。タイムリー、今ちょうどサンブレイクをつけて一狩り終わったところでビッグニュースが飛び込んできたでござるよ。特に一部界隈でめちゃくちゃ話題騒然となっていたのが、まさかの次回アップデートで修正ではなく新しい装飾品としてってことで、第5弾アップデートかなり詰めてきてるでござるな。というのはこちら、ディレクターの鈴木です。タイトルアップデート第5弾より新たな装飾品や百竜装飾品を複数追加します。詳細については続報をお待ちいただければと思います。画像は攻撃時のダメージリアクション無効化に関する装飾品です、ということでござる。まあ、いわゆるフレンドリーファイヤーでござるな。味方のお尻をバンバン、味方の頭をバンバン、ああ味方はコントローラーをバンバンみたいなね。まあ、拙者はフレンドリーファイヤーって実はあんまり気にしないたちなんだけども、こんだけ話題に上がっていたということは、やっぱそれなりにフレンドリーファイヤーが嫌だと思っている人がいた。つまり、フレンドリーファイヤーをさせしてしまったら、相手に迷惑がかかってしまう。フレンドリーファイヤーされるのはいいけど、フレンドリーファイヤーをしてしまうのが嫌だっていう層がね、結果的にまあ、爆増していくっていうね、そういう流れでござったんで、特に、今までもフレンドリーファイヤー関連は結構修正をもらってたんだけども、バッと見た感じ、ハンマーとガンランスかなが、まあ、この技は、フレンドリーファイヤーどうするのみたいなね。なくなってしまうと超フルボッコだし、でもあったらあったで他の武器はフレンドリーファイヤーしないのに。双剣なんてね、いわゆるハンター同士の、殴り合いやっても、一切相手微動だにしないでござるからね。そういう時ガンランスに吹き飛ばされるでござるから。そういったハンター同士の小競り合いでは、最弱の双剣とかは、まあ逆にモンスターハンター、狩りをするときには、まあ、一切迷惑をかけることなく戦うことができるっていう、そういった武器だったんだけど、まあそういった意味でね、こちらが、追加されましたよと。干渉樹、干渉スキルがアップする装飾品が、しかし、よく見ていただきたしといったところ。スロ1。スロ1なんだね。スロ4のところにはまってるから今一瞬スロ4かと思ったけど、これスロ1でござるね。まあ、現状、割と、まあ、スロ1で、みんな、スタートラインが同じになるかって思ったけど、現状結構スロ1ってでかいでござるよね。言うたら、今もうスロ4、スロ3がゴロゴロと並んでるゆえ、なんつうの、武器についている装飾品をはめる場所、それから防具についている装飾品をはめる場所、最高でも何 ?18 箇所。でもまあ18箇所が武器とかね、フルに使えるわけではないから、まあ15、6箇所ぐらいだと思うでござるよ。まあそれプラスね、装飾品もあるけども、その中の一つをスロ1とはいえ埋めてしまうというのが、まあどう響いてくるかわからんでござるが、とりあえず、よかったね。ということでござるよ。ここに関しては、タコスケはまあまあどちらでもいい派だったんで別に気にしないでござるけど、まあフレンドリーファイヤーを食らってしまうことが嫌だった人、フレンドリーファイヤーをしてしまうのが嫌だった人、双方に、考えられた装飾品の追加ではないかなと、ここで一つ疑問が残るでござるね。じゃあ前回前々回ぐらいに来た情報に載っていた激励樹でござったか、スキル、新スキル激励でござるな、あれは何だったのか。あれはじゃあ拙者はあれが干渉樹だと思ってたでござるよ、ぶっちゃけね。ということはよ、おそらく、新モンスターのスキルとは別だと思われる特殊なスキル、激励というものが追加されるんだけども、ワンチャンこれ笛用の笛をさらに強化するフロンティアの時に存在した、回避性能、味方の回避性能を上げてしまうみたいなね、結構笛だけめちゃくちゃ優遇されるスキルの可能性がちょっと出てきたでござるよ。干渉スキルプラス激励で味方を攻撃してひるませずになんかバフをするとかね、そういう可能性はありそうだけど、なんかその組み合わせ
両方いっぺんに来るのは考えにくいでござるね。で、干渉スキルの方だけど、同行する仲間に攻撃を当てた際、または仲間からの攻撃が当たった際っていう両方のダメージリアクションを無効化するらしいんだけど、特定の状態異常中は効果無効らしいでござるね。そんな、味方に攻撃が当たった時にどうこうみたいな状態異常ってなんかあったでござるか。あ、これあれか。気絶とかだね。多分気絶を治せるってことか。気絶、眠り、睡眠なんかをこれで解除することができるってことでござるか。まあ麻痺なんかもそうかな。まあなるほど。かなり万能でござるな。言うて、あ、双剣ではいらないというか、まあほとんどの武器は必要ないけども、まあハンマーとかガンランスこれから触る人、なんかは要チェックのスキルでござるな。ああ、いやはやいやはやといった感じでござる。とうとう解決しちゃったね。激励スキルのみんなの予想をぜひコメント欄に書いてほしいでござるよ。というわけで今回はね、速報でござった。まあよかったね。ツイッターで結構にぎわってたからね。それでは誰も知らないカリオド、イカレタコスケでござった。 TU